メリカカリフォルニアでトンクハウスというアニメーションスタジオをやっている堤大輔と申します。今回僕たちの一番最初に作った作品ダムキーパーの絵本を作ることになりましたので、紹介させてください。ダムキーパーというのはまず最初に僕たちが2014年に作った短編アニメーション映画です。ずっとその絵本を作らないかっていう依頼があったんですけども、それは断ってきたんですね。ダムキーパーの未来のお話を漫画みたいにグラフィックノベルにしたり、ダムキーパーの主人公たちがちっちゃかった頃のお話をピッグ丘の上のダムキーパーとシリーズ化したり、そういうことはしてきたんですけども、絵本の依頼に応えられなかったのはやっぱり僕らにとってはすごいこだわりがあったからと思うんですね。絵本は絵本であるべきであって、映画をそのまま絵本の形に落としたというふうにはしたくなかったんです。だからちゃんと絵本として全てゼロから新しい絵を描き上げました。そこでできたのがこの今回角川さんから出版する短編ダムキーパーの絵本です。僕もロバートも子供がいて、今回の絵本もやっぱり子供たちにどう受け取ってもらうかっていうことを意識して作りました。このお話はピグという、少年が暗闇から街を守っているお話です。彼の仕事は、ダムの風車を回して暗闇を押し出しているんですね。でもこの話っていうのは自分の心の中のダムのお話でもあります。今回の本も作者の名前がトンクハウスとしたのはやっぱりチームで一緒になって作ったということを大事にしているからです。絵もそうなんですけど、文章も何度も何度も書き直しまして、やっぱり絵本の文章っていうのは映画の脚本とも違いますし、字体を選ぶのにもものすごく迷ったんですね。一番最後には自分の息子に読んであげて、最終的には彼がですね、この字体がいいんじゃないのっていう、この7歳の息子が助言をしてくれて、決まったりとか、本当にいろんな人の助けを借りてこの絵本が出来上がりました。これまだダミーなんですけども、それでも結構ワクワクするものになったんじゃないかなと思ってます。この絵本は道徳の本でもないですし、何か子どもたちに分かりやすく教えるというものではないと思ってます。どちらかといえばこれに好奇心を持って子どもたちが読んでくれた大人に質問を投げかけたり、逆に大人が読んでもそこで何か会話が生まれたりっていうことがあったら嬉しいなと思ってます。こちらのダムキーパーの絵本、3月29日に角川さんから発売します。ぜひお楽しみに。